アン・グラハムっていうオーストラリアの女性作家で、あの スネーク、蛇をモザイクで作ったものですね。たくさんいろんな人たち参加してるんだけど、ここが尻尾ですね。尻尾から始まってこういきます。このね、石の使い方もね、かなりいいんですね。あの、まあ日本で言えば物派的な使い方だけど、ちょっと物派的な使い方と違うんですよね。あまりこういう鉄の鍋に石をこう、しかもちょうどいいサイズでポコッとはめたのは、まあ、見たことない仕事ですね。でこうずっとヘビで、これモザイク、みんないろんな人参加してて、僕の知り合いも制作に参加してますけど、でこうザーッと行きまして、であそこポコッと盛り上がってるとこが、この盛り上がり結構いいんですよね。ね、こう白黒グレーのストライプなんだけど、まあ、使い方うまいっていうか、もう随分草が生えて、昔に比べると少しこう時間が経っちゃってるけど、まあこれ2003年なので、でこの後これが丘に向かって登っていくんですね。だからまあ蛇のその動きと山道の動きが重なってるんですね。でこういいのが、蛇が途中で消えるんですよね。もうこれがまあ芸術的節約でありまして、全部作ってほしいっていうのは、まあ素人的にはそうだけど、芸術っていうのは節約していかなきゃいけないので、工芸と芸術の違いの大きな問題は節約なんですね。芸術的節約っていうのは非常に重要なことなんですね。工芸的節約っていうのはないんですよ。工芸は節約しないの、芸術は節約するの。だからこういうふうにこうね、節約してるでしょ。節約することでこの道の下にも蛇がいるような感じっていうか、こう道そのものが蛇だっていう部分が、なんか綺麗なんですけどね、ああやってるよ。リアルな道と蛇が重なってくるところがすごく綺麗なんだけど、ちゃんとコーナーにはこう出てきて、で、まあ、坂を登って頂上に行くわけですけども、まあこの自然石の配置もまあすでにあったものなのかどうなのかよくわかんないんだけど、まあ、結構いいっていうかね。でまあだんだんにこう派手めになってきまして、モザイク類もそれで最後まあ、こうずっとちょっとこの辺から帰ってくれますね。こういうふうにモザイクがずっと来て、今草があるけど、まあこれで蛇の目と舌が自身はまあだから
まあ、ちょいちょいの作品で、まあ、非常に優れていると思います。この2003年の時のやっぱりかなり傑作の一つだったですね。ただもう今は忘れられててガイドブックにも全然出てこないという。だからまあ、あのこれいいですよってまあ大きい声でね僕なんかは言いたいです。多分これは前からあったんだと思いますね、この、公園のテーブルルームね。はい、以上でありました。